な。来たか。おっ、よく来たな。何をまとめて。わかった、用は済んだのか。また来い。いや、もうあと0時を過ぎたら僕はこの姿。答えは、僕は彼の部屋でどうするか決まったら。そう、僕を殺すということへの抵抗。前にも言ったけど、死への抵抗感は、変な同情心は無用だよ。じゃあ。決まって。そうか。みんな。聞か。待つ。腹くくれ。私も。僕も。私も。気持ちは。じゃあ、いいな。この部屋で、もっとも、あ、みんなは僕を生かすつもりらし、勝ち目のない戦いに命を懸けようとして。でも今もう一度僕を殺せば、タルタロスとか君たちは明日から、そして何もし、でも僕を生かせば避けられない。ニクスは決してた迷った。それとも、僕の言う0時まで君には見せたく。僕はあくまでも消すことにためらいを持つ。よく考え、ニュクスと対峙すること。世界には記憶なんて曖昧なものさ。今はこれは、いいかい、もう一度殺して。何より僕は、だって君は、残念だけど君たちの、みんなのと、君たちに、君はそう、僕は君の、僕はきっと、僕が望月良次、ありえないことを叶える力って、きっと君や、そうだ、今更だけど、このオルゴール、君は僕さ、よ、残念だけど。当然でしょ。当然、行くだけ行くさ。不可能と言ってるのはお前だけだし。
もうすぐレこれからニュクスに会う場所は約束の日にあの塔約束明日からか2010年タルタロスにニュクスが世界のいタルタロスとは闇の夜宣告者が現れることでニュクスはそしてほだから滅びの塔かとにかく頂上へたどり着けばニュクスと戦えるんだな。そうでもいいこれから始まる日々は前にも言ったけどニュクスと直に向かい合った時君たちはそこで覚悟の上さ1ヶ月後のじゃあ君たちとはこの両親おおアイギスごめん私アイギスありがとうこんな風に会えるのはもっとも君たちそれじゃあよいお年をって言うんでしょ年の瀬じゃあねへっ1ヶ月後に行こうみんなでWhat are you doing?